はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい、えー。各チーム狙いのグレード40以下選手を選抜ということで、えー、グローリー企画ね、やっております、えー。2023シーズンね、チャレンジマッチ。まあ、まだね、チーム別は解放されてないんですけれども、まあ、やっぱりね、各チーム、 まあシーズンが変わってね、えー、グレード刷新されまして、まあ狙い目選手がね、当然チャレマに関するところね、まあグローリーになるんですけれども、そちら変わってきてるというところで、まあグレード40以下だとね、えー、チャレマで比較的狙えるグレードになってきますので、そこら辺の選手たち、まあ狙うべき選手をね、まあ各チーム、えー、バラバラに、えー、紹介していこうというこの企画なんですが、 今回ね、まあ4本目ぐらいになりますかね、動画としてはね、ええガンバ大阪から広島の、えー、4チームやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあやっぱりね、ゼクラ長くやっていくにつれてね、まあこのチャレンジマッチというのの集会のありがたみというのはね、まあ分かってる人は分かってるだろうし、まあ最近始めた人はね、あまりピンと来てないかもしれないんですけれども、まあね、グローリーカードというのをね、まあチャレンジマッチというものを各チームね、解放された後に、 え、周回することによって、と、まあ、そのね、グレード40以下の選手を、えー、周回して集めて、まあ、なおかつね、キラーにしたりとか、いいセンスをつけていくっていうのもね、J グラの醍醐味でもあるので、まあ、それに向けてね、まあ、解放前にはなりますけれども、解放した時にどういった選手を狙うのかをね、今のうちにぜひね、定めておいてほしいなと思います。 はい。ということで、じゃあ早速ね、一チームずつやっていきたいと思います。では、まず一チーム目はガンバ大阪になりますので、ガンバ大阪の、えー、グレード40以下グローリーピックアップ選手たちはこちらです。はい。えー、こちらの5選手をピックアップさせていただきました。まあ、一人ずつっていうか、まあ、中でね、ちょっと触れていきたいところとしては、まあ、一番左ね、ハンダ選手ね。はい。まあ、先日のね、代表にもね、選出されまして、 まあ本当に油のったね、選手だと思います。まあ山形からね、個人昇格で、えー、ガン頑張り、今シーズンね、移籍してますけれども、まあすでにね、まあリーグ戦とかでもね、活躍する場面は畳みれてるので、まあこのまま行くとね、グレードものずとね、上がってきそうな雰囲気はありますと。まあグレード的にもね、レギュラーはなかなかね、85以上超えるのがね、後半ちょっと確約されてるかって言ったらちょっとわからないですけれども、 まあ比較的でも限定とかで登場する、まあ背景がね、サイド系の選手なんで、まあライトニングエッジだったりとか、まあそういったね、他のフォーカス系とかね、まあそういったところの限定でまあ登場しそうな雰囲気ありますが、まあ登場した時は85ね、超えててもおかしくないと思うので、まあここはね、狙い目かなと思います。まあいずれね、日本の A 代表とかでね、まあ、本んと、あの、背負ってね、立つ、えー、まあね、今回選出一回されましたけど、まあ今後もね、えー、 呼ばれる可能性も、ね、まあ、あると思うので、まあ、そういった意味ではね今のうちにやっぱキラ落としておくとまあここ数年ぐらいはねはいまあ海外移籍とかしない限りはね <laughs> はい美味しい思いできる可能性ありますのでここは狙っておいてもいいんじゃないかなと思います。 で、あと、江川選手ね。江川選手は、まあ、去年、えー、長崎からね、ま、あ今年よね、ガンバに個人昇格同じくしてますが、グレードがね、すげー落ちたんですよね。20まで落ちてます。なぜかね。うん。<laughs> で、江川選手も別に、ま、あガンバ来てもね、出場機会十分にある選手なので、まあ、ここは狙っておいてね、いいんじゃないかなと思います。まあ、まだまだ若いしね。うん。 まあ正直アンダー世代だしね、まだまだね。まあこれから伸びしろある選手だと思うので、まあガンバでね、ハマった時に、まあ伸びてほしいですね。まあグレードも乗せと上がってくると思うので、まあここは白ボールだしね、余計に狙いやすいところなので、ここは注目かなと思います。で次、まあ鈴木武蔵選手ね。うん、まあ今年ね、もうすでにゴールも決めてますけれども、まあ去年のね、後半から、えー、ガンバに移籍されまして、まあ J リーグ復帰となってますが、まあ鈴木武蔵選手といえばね、 昔、J クラってね、結構日本人異次元つかなかったんですけれども、唯一ついてたね、選手でもあるんですよね。そういうね、ところで、まあ J クラ結構古くからやってる人だったら結構価値をね、やっぱ感じる選手じゃないかなと思うし、まあ過去ね、日本代表に呼ばれた実績とかもあるので、まあここは復活の期待を込めてね。まあ今狙えるのはね、正直ね、まさかここまで落ちると思わなかったですけどね、結構落とさないんじゃないかなと思ったらね、ワンシーズン落ちたので、ここはまあもしかしたら唯一のチャンスぐらいの感じで、 はい、欲しい人は狙いに行った方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、杉山選手もね、同じく、まあ、熊本からね、個人収穫で上がった選手なんですけれども、まあ、杉山選手、すでにね、今、ニューウェーブで91のい、e、いカード出てますけれども、まあ、はい、あの、ゲットした人は、まあ、チームね、あの、チャレマ解放され次第ね、まあ、頑張るんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、結構、えの、順位、えー、っと <laughs>、 あのポジション的にね、GR 選手でもあるのでね、両ウィングできたりとかね、素晴らしい選手なので、まあ、ここはね、今後もまあ限定とかで85超えてくる可能性も十分にあると思いますので、まあ、注目かなと思います。であと、飯野選手もね、まあ、同じく去年のね、まあ、鈴木武蔵選手と同タイミングぐらいで復帰されてますけど、J リーグにね。はい。まあ、去年のね、クレとかも特にね、まあ、存在感あったんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、ガンマの攻撃陣がね、去年結構苦しんでた中で、最後ね、ちょっと光を。 光が見えた選手じゃないかなと思うので、まあ、今後もね、グレード伸びてくる可能性十分にあると思うので、まあ、ここもね、はい、狙い目かなと思います。まあ、個人昇格組とね、まあ、ほんと、あのー、過去ね、85以上経験者。ま、飯野選手はね、確かアンダー代表のカードだったと思うんですけど、85を経験したりと、まあ、去年も一応ね、マウムザマッチとか選ばれたのね、カード化されて、まあ、85超えた実績はありますけれども、まあ、今年もね、まあ、限定とかでそういった姿見れそうなので、まあガン、ガンバーはね、結構ね、うん。 まあタレント揃いじゃないですかね。まあみんな限定になると85以上超えるぐらいの、はい、実績は持ってますし、まあ、85超えた実績もね、十分に持ってる面々なので、ここは狙い目かなと思います。はい。じゃあ続きまして、えー、セレッソ大阪行ってみましょう。セレッソ大阪の注目ピックアップ選手、こちらです。はい。えー、ここも5選手選ばせていただきました。まあ左から、うん、山中選手ね。まあ山中選手は結構もう限定でも、うん。 まあ、85ね、超えたカードとかも去年も結構ありましたけどね。うん。まあ、今年もちょっと落ちたかな、グレードがね。ここも謎グレードダウンじゃないですか。まあ、山中選手、別に去年悪くなかったと思うんですけど、はい、なんで落ちたんでしょうね。ここは謎ですね。まあ、元々ね、まあ、レギュラーでもね、80とか平均で超えてくる選手なので、なかなかグローリーのグレード40以下なの、いつぶりですかね。久しぶりじゃないですか、多分ね。うん、ここは狙い目だと思いますけどね。はい、チャンスだと思います。 で、えー、っと、右、西尾選手ね。まあ、西尾選手、まだまだ若いんですけれども、ちょっとグレード伸び悩んでるかな。うん、まあ、アンダー代表とかに選出されていない期間とか結構ありますからね。まあ、それがちょっと影響してるのか、まあ、ね、わかんないですけれども、まあ、西尾選手もね、いずれは40超えますからね。多分ね、このまま行くとね。うん、今年ちょっと、うん、去年ほどではないのかな。去年の暮れとかすごく良かったですけどね、西尾選手ね。うん。まあ、今年ね、また奮起して、まあ、活躍すると、 まあ今年こそはグレードね40超えてまあレギュラーとかね85出たりとかまあ一応過去にね確かシーズンフォーカスかなんかで85超えた限定では85超えた実績ある選手なのでまあまだまだ若いですからね彼もねアンダー世代なんですけれどもまあセンターバックのね選手なのでまあ結構イクラ的にはね急所になるところなのでまあここはねまあ持ってない人はもういつ狙ってもいいんじゃないかなと思います で次ね、上条選手ね。上条選手ね、今年、まあ、アビスパと試合した時にね、すごいゴール決められましたけれども、今年もね、やっぱ綺麗いいですね、動きのね。うん。まあ、結構ブレイク候補じゃないですか。えっと、岡山からね、岡山時代はね、もう結構85超える常連だったんですけれども、セレッソに来てからちょっと低迷したかな。去年特に前半とかそんなに出場なさそうだったんですけれども、後半ちょっと盛り返したかなってね、感じがありまして、まあ、今シーズンもね、頑張っているので、 まあまたね、岡山時代みたいに85を超えたりとかね、する可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。で、隣加藤選手ね。加藤選手はもう比較的毎年活躍されててね、もう2年連続でセレストのトップスコーラーですから、まあもうね、上がってもいいような気がするんですけど、上がんないですね。うん、これな、もう上がんないんかな一生上がんないんかなって思う。<laughs> どうなんですかね。なんか厳しいような気がしますけどね。まあいつ、いつ、まあ、うーん、なんか限定とかでもね、85超えないからね、 ま謎ですけど、まあ、今年こそは超えるんじゃないかなと思って、僕も見ていきたいなと思います。で、まあ一番右、北野選手はね、まあ、去年ね、ルヴァンカップで大ブレイクしまして、まあ、ニューヒーロー賞を取ったりとかね、まあ話題の選手ではございますが、まあね、えー、直近の限定で言ったら、後半のエクスペとかもね、はい、選出されまして、非常にね、人気もある選手だと思うし、今期待もね、されてる選手です。まあここもね、アンダー代表とかもう本当に高校、高校生ぐらいの年齢ですよね。今年19歳とかかな、18、19ぐらいだと思うんですけど、 まあ、ここまで落としておくと、まあ、いずれね、美味しい思いしてるかもしれないし、もうエクスペ投票とかで来てるんでね、すでに85以上。まあ、ここも、まあ、活躍ね、北野選手ずっとしていくと、まあ、おのずとね、85は超えてくるのかなと思うので、まあ、今の若いうちにね、ぜひキラーを落としておきたい選手かなと思います。はい、ここもセレッソね、結構タレント揃いだと思いますね。比較的濃い面々だと思います。まあ、当然さっきもね、ちょっと言い忘れましたけど、ガンマンのとこでもね、 まあ、5枠に絞ってる関係でね、あの漏れてる選手も当然います。漏れてる選手の中で結構いい選手もいるので、はい、あの <laughs>、まあ仕方ないですね。5枠ぐらいにしとかないとね、ちょっと動画の尺がね、しかも、あの、いっぱい狙う選手言ってもね、みんなちょっと逆に絞れなくなると思うんで、まあ5人ぐらいはちょうどいいかなと思って5人でやってるんですけど、まあ当然ね、他にもいい選手いるのでね、まあそこは皆さんね、チェックしてみてください。はい、じゃあ続きまして、ヴィッセル神戸行ってみましょう。ヴィッセル神戸のピックアップ選手、こちらです。 はい、えー、神戸ね5選手選ばせていただきました、今ね絶好調、神戸ですけれども、まあ、支えているのはね、えーまあ、本田選手ね、ね京都から移籍して、まあ、今シーズンからね加入されてますけれども、まあ、本田選手ね、ね結構守備の、ね、要として、今シーズンはバリバリ働いてるんじゃないかなと思います。 まあ、おのずとね、評価も上がってくると思いますし、グレードも上がると思うんで、まあ、そんなにね、京都時代もね、グレード高くない選手であったんですけれども、今年は結構ね、伸びてきそうですね。ワンチャン限定85以上とか全然あるんじゃないかなぐらいの、まあ、スタッツね、見ても、はい、十分ですし、まあ、出場実績見てもね、文句ないと思います。まあ、このままビッセルがね、調子いいまま駆け抜けていくんだったら、おのずとね、グレードが勝手に上がっていく一人だと思うので、まあ、ここは狙い目かなと思いますね。はい。 でお隣、初、え、瀬、ー、選手ね、もともとアビスパにも、まあ、レンタルとかで来てた実績がある選手なんですけれども、今年しね、まあ、結構名前聞きますね、やっぱりね。まあ、すごく対人にね、まあ、強みが増してきたというところで、まあ、非常に評価が、ね、上がっているサイドバックの選手なんですけれども、まあ、ここもね、初瀬選手もね、まあ、ちょこちょこグレード上がってきてますから、もう後半とか、もしかしたら24シーズンの頭とかね、まあ、そういう近いところではもう40はね、超えてくる可能性はね、今の。 感じだととと勢いいももああるるしね十分思思うので、はい、ここもまあ注目かなと思いますで山川選手もね注目どころでして山川選手ね、ね今シーズンセンターバックね主流に活躍してますけれども、まあ、昨シーズンはねサイドバックとかやってたんでサイドバック適性もねありますということは、まあ、センターバックでねあのディフェッチ高い、えー、査定を受けてなおかつ右サイドバックの適性残ったまんまとかねそういう可能性も考えられるので J クラ的にもはい美味しい可能性のある選手だと思います、まあ、今年ね特にね 神戸守備陣もね。結構固く、えー、頑張ってるので、まあこの左3にはね。特にまあ、注目どころかなと思います。で、あとはパトリック選手ね。まあ、パトリック選手といえばね。去年マ、まあ、セレストでね。すごい猛威を振るった選手でありますが、まあ、遺跡の関係かな。うん。ほんでグレード落ちましたね。はいまあ、活躍はね。まあ、本当に神戸に行っても素晴らしいし。 まあ、アビスパ戦でもね、はい、やられたので <laughs>、はい、今年もやってくれそうですけどね。まあ、パトリック選手も去年の限定ね、ジョーカーとかグレード94とか来てたりとかね、まあ、そういうの持ってる人からしたらすげえありがたいですよね、このグレード37ぐらいかな、グレード、グロね。うん、すごくいいかなと思います。で、あと、泉選手ね。泉選手は、あれ、何の試合でしたっけ、何かの試合でカットインからのね、素晴らしいゴール決めたのが結構ピックアップされて、まあ、注目選手に、えー、なったんじゃないかなと思います。 まあまだまだね、ルーキーの選手ですけれども、まあこれからね、うまくいくと、まあ伸びてきてね。まあやっぱこういう時代、誰しもがありますから。うん、今のグレード85以上選手も大体まあ若手選手だとね、伸びる前の、えー、カードというものは当然出てるので、まあ泉選手がね、いずれ成長してきた時に、まああの時ね、落としとけばなーって思うね、今の多分 J クラやってる人だったら思うと思うので、まあここね、期待してる人はね、今のうちにぜひね、狙ってほしいかなと思います。 はい、ということで、この5人をピックアップさせていただきました。まあ、ここもね、特にまあディフェンダー陣ちょっと多かったですけれども、まあ、ディフェンダー陣、グレード高くはないんですけれども、まあ、今シーズンのね、神戸の好調を支えている選手たちだと思うので、ここは、はい、チャンスかなと思います。まあ、これにプラスね、坂井豪徳選手とかね、加えた4人が特に頑張ってるイメージがあるので、はいここはね、結構グレードね、伸びてくる可能性は十分にね、まあ、順位的な問題もありますけれども、あると思うので、まあ、神戸はね、今年結構注目どころかなと思います。特に限定戦線は注目かなと思いますね。はい。 では最後になりますが、えー、サンフレッチェ広島行ってみましょう。サンフレッチェ広島のピックアップ選手たちはこちらです。はい、えー、こちらのご選手選ばせていただきました。まあ、ここはね、まあ一番左河村選手ね。河、まあ、村選手も去年ね、月間ベストゴール取ったりとか、まあ普通にグレードね、限定と,とかではもう90とかね、はい、超えてきてた選手なので、もう説明はいらないかもしれませんが、まあ今年もね、はい、十分に活躍されてると思うので、まあここもね、おのもう最後ぐらいじゃないですか。このまま行くとね。 まあ後半シーズンにはもう40乗っててもおかしくないと思うんで、ラストチャンスぐらいと思っていいと思います。まあ、河村選手ね、プレースタイル的にもね、結構 J クラー的に持っておくと面白いと思いますね。うん、特にね、結構トップ下とかでいいカードとかね、昨シーズン結構出てましたけれども、まあ、この流れを受け継いでね、っていうところになると、まあ、比較的 J クラーでもね、急所になりやすいトップ下とか、まあそういうののえー、いいカードがね。まあ、しかもね、なかなかオフェチがね、そこ乗りにくいポジションなので、キラかキラじゃないかで結構ね、大きかったりするんですよね。 うん、その補おうとしていくときにね。なので、まあ、キラ持っておくと、まあ、いい選手の一人かなと思いますね、やっぱりね。はい、まあ、ここも伸びしろ十分だと思います。で、次、ドグラス・ビエラ選手ね。まあ、ビエラ選手も去年、確かジョーカーで92ぐらいは来てたかな。まあ、毎年限定で大体それぐらいのグレード、まあ、85はね、必ず超えた限定が大体出るイメージですが、なかなかレギュラーはね、ちょっとね、起用の関係で85超えないですけれども、まあ、チームの、はい、グレードの高さとかもありますけどね。うん。 まあ、限定先生になると85以上超えてくるイメージあるので、まあ、ここもね、この投資も限定来たら超える可能性十分にあると思うので、まあ、特にジョーカーとかね、今年もジョーカー的な、はい、活躍がね、まあ、先日もね、途中交代から2ゴール決めてますので、まあ、そういった意味ではね、はい、まあ、特にそういうジョーカーとかでピックアップされやすい選手かなと思うので、まあ、ここも狙っておくのも面白いかなと思います。で、まあ、東選手ね、まあ、東選手も結構若い選手ですけれども、まあ、ここもね、 はい。安定した活躍ね。まあ、サイド系の選手かな。まあ、どっちかというとサイドなんですかね。まあ、それとも真ん中も一応できるみたいなので、まあ、サイド兼、まあ、CMF とかトップスターとかそっちの方なんですかね。うん。もできる選手なので、結構幅広い選手ですけどね。はい。まあ、ここも、えー、注目どころかなと思います。まあ、比較的ね、毎年結構安定してる成績な気がしますけどね。東選手ね。はい。で、あとは、うん、まあ、青山選手ね。 青山選手はね、まあ、ここも同じですけど、限定になるとね、超えてきますね。まあ、バンディーラとかもね、絶対的存在でもあるので、バンディーラは混ぜているだろうし、まあ、マジスティックとかね、そういう限定とかも結構強めかなと、はい、思いますね。なので、まあ、特殊限定としてね、まあ、バンディーラが今年出さえすれば、はい、ま、あ確定なので、85あと超えるかどうかがちょっと問題になってきますけど、毎年大体でも90ぐらい行ってるイメージあるんでね、まあ、超えやすいとは思うんですけれども、まあ、そういったところの限定出てきたときは、 はい。まあ、超えてくるだろうと思って、キラー狙っても面白いかなと思います。で、松本選手ね。まあ、松本選手もね、昔ね、アビスパー、はい、在籍、実績ありますけれども、まあ、松本選手もね、去年もまあまあね、良かったですよね。今年も、まあ、ちょこちょこ、まあ、出場機会があるので、まあ、すぐには伸びてこなそうだけど、まあ、いずれ伸びてきてもおかしくないかな。うん、今ね、サンフレッチェ若手の選手たちがすごい勢いがある中で、まあ、ネクスト。 なななな逸材じゃいいいかかとと思思うのでははい、ここはチャンスかなと思いま,すまあいずれね取っておくと伸びてくる可能性十分にあると思います。はいということでこちらの5選手を選ばせていただきました。まあ、ここもね、まあ、やっぱりサンフレッチェねまあ去年ほどではないかな、まあ、去年ね水田選手とかそこら辺がやっぱまだまだグレード低かったんですけれども、まあ、今年上がった関係でねだいぶ枠は空いたと思うんですけれども、まあ、それでもね結構濃ういう選手たちになってるのでまあ、相変わらずねやっぱ強いチームだからね。うん ま、ここもね、ぜひね、狙ってる選手がいる方はぜひね、回ってみてください。はい、ということで4チームやっていきましたが、いかがだったでしょうかまあ、途中でちょっと口挟みましたけど、まあ、当然ね、5選手以外にもね、狙える選手がいるので、そこはちょっとご自身でね、確認をしてみてください。まあ、中でもね、特に、ま、狙える選手をピックアップしてきたつもりではあるので、まあ、J クラ的な要素とかもね、含めて、えー、まあま、選べたかなと、個人的には思います。まあ、忘れてる選手がいたらね、 この戦車どうですかとか聞いてみてください。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。